様式紙についてご説明いたします。まず実証プロジェクトで採択された課題ですけども、令和元年度1つ目が OS 文豪のファーム、こちらは竹田市の黒木地帯での白ネギの大規模経営体における白ネギ房内定食と商用機械の導入による新たな効率的生産機の実証というものでした。2つ目が、九重町のパプリカの生産における大規模生鮮園芸の生産性を飛躍的に向上させる実体験実装というものでした。で、令和2年度補正で採択されたのが、こちらは竹田市、中山間地の黒木地帯になるんですけども、田んぼや野尻さんの中山間地域におけるスマート農業技術を活用した効率的かつ小労働力大規模水田農業経営モデルの実証というものです。詳しい内容は農研機構の原先生が説明してくださったので今回割愛いたします。2つ目のスマート農業推進方針及び推進体制についてご説明いたします。大分県ではですね、農林水産業を含めてですね、スマート農林水産業推進方針というものを策定しております。各分野ごとに推進方針を定めておりまして、今後5年間で進める技術についてロードマップを策定しています。何年実証して何年で、普及させるとか、そういったロードマップを策定しているところです。令和元年12月に策定をしてまして、令和3年4月に改定を行っているところでございます。では推進体制について添付資料がありますので、そちらをご覧いただきたい。まず簡単に申しますと、右側に農林水産業スマート技術研究会と書いた大きな枠がありますけども、ここにですね、プロジェクトチームが入っています。まず農林水産部の各関係課室で農業の研究部ですねが入っております。さらに商工労働部、商工関係の機械に詳しい人たちに入ってもらってですね、スマート農業どうしても電子とか機械の部分が入ってきますので、そこら辺のマッチング相談助言というのを行える体制を作っているところでございます。あとの流れは一緒でして、左上のニーズの部分ですね、生産者の方から市町村や振興局に上がってきたニーズをこの研究会で受け止めて、開発の必要があるものについては民間企業とのマッチングを進めて、研究機関や大学等と連携しながら解決を図っていくと、そういった推進体制を取っているところでございます。簡単ですが以上で説明終了いたします。